エントリー番号2255アリソモカです。すみません、準備になって飛んじゃった。普段は作家をしながら会社員、会社のイラストレーターとして真面目に働いてます。なんかその生活の中で結構私も大人になったなって、なんかこう、あ、すいません、ミス ID にエントリーした理由が、なんかこう大人になったなと思って、結構なんかしっかりした大人のキャラとか自分のキャラを作っちゃうなって、なんか常日頃思ってて、なんかこの顔が出ない自由な絵を動かせる人間になって、なんかもっと自分のしっかりしてないところとか、なんか社会的にダメだみたいな面もなんかみんなに見てていけたらなって感じで応募しました。